山本雅人、山崎たけしの山々話ということでですね、次のお題はですね、まあ、ライデル・マルティネス投手というざっくりしたあれなんですけども、まあ、前半今年終わった防御率 0.0、 自責ゼロ、すごいな、4年連続20セーブ、これはね、やっぱり彼が残ってくれたっていうね、ところで、まあね、当然キューバの選手なんで、キューバの国との、ね、契約ってのももちろんあるんですけども、ライデルは今25、6、まだもうそんなもんじゃない、後半ぐらいかな、何歳かな、一応育成で来てるんで、そうですよね、育成だったもんね、それがね、こんなに化けちゃって、いや化けたというか、でも俺でも来た時はまだね、荒くてね、もう全然これストライク入んのかみたいな感じだったけどね、本当日本の野球を教わってこう いいピッチャーになったっていうかね、うん、まあでもね、このやっぱりまあまあストライクがねしっかり入るのもあるんだけど、あんだけ背があって、あんだけ手が上から出てくるピッチャーいないでしょ、うん、あんだけ角度があって155キロ以上出て、チェンジアップあって、スライダーあって、スプリットあってと、うん、いうことなんで、それね、まあ、本当にマウンドで背が高くて、さらに一番真上から手が出る、あれはね、縦変化が非常に曲がる投げ方してますんでね、あれでストライク入られたらまたたまらないよね、もうそれはもう、まあね、やっぱり上からこう下に投げられると、やっぱりバッター非常に打ちにくいし、まあ、バッターサイドから言うと、もうツーストライク追い込まれた時点でもう負けたと思いますからね。だからリリーフで思いっきり投げてるバンデンみたいな感じだね。多分このジャイがまっすぐがノーチャンスといった、抜けたストライダーファルケンボーグね。ファルケンか。ファルケンね。ファルケンボーグ の先発なのに、まっすぐはノーチャンスって4番バッターが言うんだから。ノーチャンスという。で抜けたスライダーだけチャンスがあるっていう。まっすぐがほとんど、あれも角度あったよね。角度ありましたね。あの感じなんですよ、多分、うん。角度があって、ストライクで低いとこ来て、いけると思ってもう振ったら全然いけねえと思っちゃうから、ね、一瞬いけると思うんですよ、ここら辺 の低めの、ちょっと低めのいけると思って振った瞬間、あ、全然ダメだったわ。なんでそれなり差し込まれてるの、もう差し込まれてる、多分その感じなんだよ。で高めは当たんないでしょ、速くて、そう、角度があってまた伸びてる、でフォークも抜けないでしょ、ライデルって、うんうん、意外とこの 真ん中からズドーンとか落ちてくるから、まあフォークはね、まあでもそれはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、前世紀の斉藤和美、あれもすごかったね、あのフォークもとてつもなかったですけど、でもライデルはそれよりももう一発ストレートが速くて、うん、落ちてくるんで角度あるし、ね、で1イニング限定で全力で放ってくるでしょ、うん、ライデル・マルティネスね、テレビでファンの方よく見てるとね、一球一球すごいスピードが気にするのめちゃ気にしますからね、あれ彼ね、結構一球ごとにスピードが上がってくるんですよ、スピードが必ず投げたら見るんで、まっすぐ投げたらね、だらこの辺は多分なんだけど、スピードガン、バンテリーのスピードガンで多分自分の基準があって、僕もそうだったけど基準があって、それ超えてると今日調子いいなとか自分で多分認識するんだろうね、そういうのがあると思うんですけども、まあでもとにかくね、やっぱ角度とスピード、だからまだストライクがしっかり入るコントロール、これ持ってるとね、それこそ本当さっき言ってた、もうそのファルケンボーグのもう一発球速いピッチャーが抑えやってるみたいなもんなんで、うん、そうですよね、これ手強いよね、だって、まあ、前半で20セーブって言ってるけど、これ強いチームだったら30セーブしとるよこれ、まあ、そりゃそうだ、言っちゃ悪いですけどごめんなさいねドラゴンズの方そこ言っちゃう、でも、まあ、30セーブしてますね、まあまあそれはね、うん、だってなんか 10日ぐらいの時も あったからね調整当番でも誘うかっていう時もあったぐらいだから、だからね、そういう部分でのこの20セーブ、うん、これは立派だよね、なんつったってそのね、防御率が0点なんだから、うん、まあ後半もね、このまま行ってくれると思うけども、まあでも活躍するとね、ちらほらちょっかい出す人がね、いやいや僕ねこれね、あるでしょう、MLB が実はもう本当は声かけてるの知ってるんですよ、まあそうなんだけども、そのこれも聞いた話ですよ、うん、もうその前の動画でもあれしました、うん、聞いた話でやりましたけど、実はもうライデル欲しいっていう風な MLB の球団があって、うん、それあるこれね2年前ぐらいなの、うん、
その時に流出危機だったんだけど、やっぱり日本ってやっぱねこう、まあ、キューバの方とすごいいい関係でね、キューバ政府といい関係でやってるので、流出は避けましたけども、でももう狙ってるよ。いやだからね、当然本当になればね、うん、だからもうマネーゲームではもう全く勝てないわけだし、ね、例えばじゃあこの今年の成績上げてメジャーリーグがぜひうちに来てくれって言ったら、今ライデル2億円ぐらいかな、 2,3 億、うん、そんなもんもんじゃないかな、ね、それが20億オーバーになっちゃうわけでしょ、減らするとね20億ぐらいいっちゃうでしょ、だってジャリエルが60とかいっとるぐらいの話ですから、うん、まあ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 そ そうですからそれより上なんで、上なんで、うーん、ただやっぱりまあやっぱね、こう僕らそのキューバ その国の事情ってね詳しくはないけども、やっぱり国がっていうところがねあるはずなんでね、いや逃げるんじゃないですか、それはまあそれは言っちゃダメなんです、それはダメなんですよ言ったら、これ禁句なんですよ、禁句なんですよ、逃げるとか禁句なんですよ。いやだってジャリエルそれでやっちゃってんだから、いやそれは言っちゃいけない、あの電波に乗っけちゃいけない話なんです、逃げるっていうのは大丈夫でしょ、だって現状ってそんな、まあまあまあ、なんだなんて言うんだっけ、そういうのって、逃げるです、逃げるじゃなくて逃げた、あ亡命っていうね、亡命も逃げるも一緒ですよ、いやまあそうだけど、まあだって昔の本当にキューバの選手がね亡命するときは本当にあのイカダでね、って言って話聞きましたよね、よくね、アメリカのその領海まで必死にこうやってやるって言って、マイアミの方のね、ね、って言って聞いたんですけど、まあ、イカダとか船でね、手動きの船で、うん、まあ今はね、あの国際試合が多いからそのままチンって言っちゃいますけど、まあ、でも結構暴言に近いけどね、いや大丈夫です、だって僕らが言ってるわけじゃないもんね、まあ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 、まあ、まあ亡命ね、まあ、だからもうとにかくライデルはね、ドラゴンズに骨を入れてもらって、この人にはこの人はキープしないかんよ、たくさんドラゴンズさんも給料上げてあげてください、いくら払ってまあまあでも流出しない、ただ狙ってるのはもう僕も話もう多分3年ぐらい 前から聞いてる、いやそれはね、あのピッチング、あの力があればどこの球団もね欲しいですよね、うん、まあ、もうとにかく抑えがいないとこなんて絶対欲しいと思うし、はい、あのなるべく流出しないように、はい、気をつけてください、これはライデル次第なのでね、はい、よろしくお願いします、頑張ってください。山々話、次回は一体どんなマル秘エピソードが飛び出すのか、乞うご期待。